皇太子、成人新之助と、大和田雅子の結婚の儀は、1993年6月9日に、日本の皇居にある宮中三殿において、国事行為として行われた皇室の儀式である。本儀式により、日本の皇太子、成人新之助と、大和田雅子は結婚し、雅子は皇太子妃となった。一連の出来事は、皇太子の父である天皇、 秋人の皇太子時代の結婚と同様、皇太子ご成婚や皇太子様ご成婚、皇太子様、雅子様ご成婚などのように、マスメディアでは表現される。本校では、両名が婚約に至るまでの経緯や、納祭の儀などの一連の関連行事、これらが与えた社会的影響などについても記述する。日時については、突起がない限り全て日本標準時で24時制で表記する。 また、人物の悩みくらい、役職名などは原則として、当時のものである。皇太子、成人親王と、同妃、政子政子の職場だった、霞ヶ関の外務省夫となる成人親王は、第125代天皇、秋人と、皇后、道子の第一皇男子であり、ご称号を広宮といった。以下の婚約と結婚が進められる間に、父三角、昭人の即位を受けて、 皇太子となり、31歳下立大使の礼を挙げた。2019年5月1日をもって、第126代天皇に即位した。妻となる、大和田雅子は婚約当時外務省勤務で、同じく外交官であり、当時外務事務次官を務めていた、大和田常の長女である。幼少時より父について、ソビエト連邦、アメリカ合衆国での生活を経験した、帰国子女で、 ハーバード大学経済学部を卒業、学士入学で東京大学在学中に外交官試験に合格、中退して外務省に入省し、研修でオックスフォード大学に留学した。彼女は日本で男女雇用機会均等法が制定され、女性の社会進出というテーマに揺れた世代である。上記のなる人新郎の天皇即位に伴い、同日皇后となった。 ヒロノミア・ナルヒト・シン割ー・大使する以前から将来の天皇として配偶者選びが非常に重要視され、14歳の頃からお非候補をテーマにした報道がされた。25歳の頃、区内庁内では彼の非候補を選ぶ計画が進められ、当時の東宮大部、安島いよいよはこの件に関する責任者を務めており、各方面に候補の紹介を頼んでいた。 対象は、旧皇族、旧家族から、学校法人学習院関係者をはじめ趣味関係の人脈にも及んだが、広宮自身は、民間からの相手を望んだとされ、自分と価値観や、金銭感覚、趣味や関心が合い、家柄や、身長云々よりも世間知らずでなく他人の心が、わかり、人の苦しみや悩みを押し量ることができる、必要な時には、 自分の意見をしっかり言える女性が理想だと記者会見で語った。その紹介者のうちの一人である元外交官、中川徹は、広宮の留学中のアドバイザーでもあり、信頼を得ている人物だった。中川は、ソ連大使時代の部下であり、当時外務省条約局長だった、大和田常の長女、雅子を推薦した。中川によれば、優秀で自分の意見を、 はっきりと持ち、なおかつ人柄も優れたマサコは、ヒロノミアの理想に、ぴったりの女性だった。1986年10月18日、スペインの王女エレナデ・ボルボニー・デ・グレシアを迎えた、東宮御所でのパーティーに100人ほどが招待され、その中に、オアダケ一同も招待された。この時マサコをはじめオアダケの人々はお非候補としての、顔見せのために、招待されているとは知らされておらず、 皇室からの誘いとあって断るという考えは持たなかった。中川の側も、雅子の出席を常に確認したが、この段階では、おき先選びとの関連を気づかれないように心を配っていた。当時外交官試験に受かったばかりの雅子は、お非候補として、以前に、父子二代の外交官の卵として、注目を集めていて、パーティー出席も重要な仕事の一つである。 外交官としての経験を踏む意味もあり出席した。事前に資料や高窓飲みや乗人信能を通じて、マサコの人柄を知り、この場で本人と会話した広宮は彼女に強い印象と好感を持った。以後マサコは、同年から翌年にかけて、東宮御所で行われた、広中平介、若子夫妻の夕食会に、同じハーバード大学出身者として、 また国際交流基金を通じて常と面識のある高窓宮邸へと続けて招かれ、広野宮と会食を共にするなど何度か交流することになった。広野宮には結婚相手を選ぶ上でプロセスを大事にしたいという思いがあり、それを理想的な形で実現しようと考えた中川や高窓宮の配慮によってこのような形が作られていった。こうして政子は高窓宮にも この人なら、お日になれると評され、また、広宮自身にも、強い思いを抱かせる、有力候補となったが、宮内庁内では、彼女の母方祖父が、水俣病の原因企業である窒素の元会長、江頭豊であることに懸念を持つ幹部の意見があり、安島を通して、広宮に再興を促した。なお、この窒素との関係については、宮内庁参与で、 後の婚約の話を進める際にも大きく関わった元最高裁判事、弾道茂光が、江頭は水俣病の問題が顕在化した後同社の経営再建のために就任したもので実際の事件には関わりがなく法的責任は一切ないこと、窒素が破綻すれば保障も不可能になるため、むしろ被害者側の役に立つための立場で全く問題ではないと一貫して主張し、 大和だ家を説得した。内定前後には各地の訴訟が和解に向けて動いている。また内定後、水俣病に関する著書で知られる作家、石村道子は結婚の障害になったとされたことに対し、人様の幸せを強く願っている。水俣病が障害になったのはお気の毒です。あってはならないこととコメントした。この頃、大和だ子が広宮飛候補であることがスクープとして、 週刊誌やスポーツ誌などで報じられた。マスメディアは一斉にマサコの取材に走り、周囲にメディアスクラムによる混乱をもたらした。マサコが出勤しようとする、オ和田テ前に数十人の取材陣が集まり、玄関を出た途端にカメラのフラッシュを浴びせ、テレビカメラを向けた。また帰宅中の彼女を尾行して、深夜でも構わず、暗がりで声をかけ、恐怖を与えた。 政子は時にこういった取材に対し、怯えて、家に駆け込み父親に助けを求め、ある時は彼のアドバイスを受けて毅然と対応し、記者に名刺を渡す、よう要求することもあった。発端となったスクープを載せた、週刊女性1988年1月14日、新春徳大号は104万部の良好な売れ行きで、報道は非常な注目を集めた。中川はこの頃、 ようやく、大和岳に自分が政子を非候補として推薦したことを明かした。大和岳はお非候補を誇示し、窒素関連の問題もあって候補からも一旦消えることになった。1989年、広宮の結婚問題を気にしたまま、昭和天皇は崩御し、平成となった日本で広宮は皇太子となり、東宮仮御所に暮らすようになった。 オックスフォード大学に留学した雅子は1年ほど経って再度取材構成に見舞われた。当時行われた皇太子のベルギー訪問の合間に彼が雅子と会うのではないかとマスコミが憶測したためだった。また一部の記者は皇太子自身がまだ雅子を思い続けていることを把握していた。しかし祖母、江頭鈴子の勧めで自分の口から はっきりと否定する決意をした彼女は、1989年9月、取材陣に対し、この件については、私は全く関係ございませんのでと発言し、外務省の証員としてずっと仕事をしていくと否定し、取材中止を求めた。この完全否定は広く報道され、母、ユミコもインタビュー上で否定をした。この頃の彼女としては、結婚に対する興味そのものが薄かったという。 雅子は、その後帰国し、外務省で、北米局北米第二課に配属され、海部都市記や竹下る、三塚博といった、政府首脳の外交時の通訳を務めるなど仕事に、励んだ。それから数年、置き先選びは続いていたが、メディアスクラムは、対雅子にとどまらず他の候補女性たちにも行われた。同じように彼女らを追い回して勝手に写真を撮り、 苦情を言うと、絵が撮れればいいんですよと配慮のない態度を取られ、近隣に迷惑注射をされるなどで思い出したくもない嫌な出来事と回想する候補や娘の心に傷が残ると心配する家族もおり、実際テレビでは関係ありません。迷惑ですと強く拒絶する彼女らの姿が放送された。また、マスコミ被害以前に民間のみならず、旧皇族、 家族の候補やその親たちであっても、自由が保障されず苦労を強いられる、皇室入りに対し強い拒否反応を示す人々が少なくなかった。その上皇太子という立場では、気軽に女性と知り合う機会を増やすことが困難だった。このような中で、候補とされた女性たちは次々に辞退し、弟である、綾野宮文人親王が兄よりも先に結婚するなど、 国民の間には結婚問題への苛立ちが募っていた。皇太子は彼の受けた帝王学ゆえに自分の気持ちと同時に周囲の意見も尊重したいという考えを記者会見で述べていたが、当時の宮内庁長官藤森昭一に対してはやはり政子さんでなくてはという思いをたびたび伝えていた。1992年1月、皇太子は 大和田雅子さんではダメでしょうかと安島の後、東宮大部になっていた、菅の疲労に告げた。4月27日、藤森は、東宮自住長の山下和夫、菅の三与の弾道らと共に会議を開き、再び、雅子を候補として進める計画を始め、中川は、元外務事務次官で、国際協力事業団総裁だった、柳谷健介に協力を依頼した。柳屋は、 その当時の事務次官となっていた元部下にあたるオアが常に働きかけた。終わった話と思っていた常は皇太子自身からの希望を伝える柳屋の言葉に驚いたものの、政子にこれを伝え、彼女はその後の複数にわたる関係者の一度でいいからお会いしてほしいという熱心な働きかけに応えて一度は再会することにした。8月16日。 柳谷に連れられた政子は、千代田区三番町の宮内庁長官公邸で、皇太子と再会した。同時に、宮内庁は、マスコミに対し2月13日から3ヶ月前更新の形で、皇太子非報道を自粛する報道協定を申し入れていた。これまでお非候補が強引な取材で、マスコミ不信に陥り、交際を発展させるにも、支障をきたしていることへの配慮だった。 各社はこれを受け入れた。宮内庁、新居浜鴨もば10月3日、皇室が接待に使用する千葉県市川市の新居浜鴨場で皇太子と政子を二人きりでデートさせる計画が実行された。天皇、皇后が山形国体に行行計するため、取材陣の注目がそちらに向くようにこの日が選ばれたと見られる。さらに内部からの情報漏れを防ぐため、この計画は、 東宮大部と自重庁他数名しか知らされず、鴨場では馬長の身に伝えて他の職員は休ませた。護衛については全く同行させず、後日工宮警察官の間で反発もあったとされるが、実際には事前に皇太子の意向で幹部一人にこの件を伝えて理解を得ている。ウドネリと呼ばれる男性職員一人がワンボックスカーを運転して、 後部座席に隠れた皇太子を運び、その後を山下がマイカーで護衛した。仮御所ではその間彼が部屋にずっといたように見せかけるため、職員が部屋に届けた彼の食事を誰かが代わりに食べて、空の食器を食堂に下げるという徹底ぶりで、誰も気づくことはなかった。こうして皇太子と柳田に夫妻に連れられて、鴨場に来た雅子は会うことができ、 二人は鴨場を散策しゆっくりと会話した。この場で皇太子は政子に私と結婚していただけますかとプロポーズした。皇太子は外交官として仕事をするのも皇族として仕事をするのも国を思う気持ちに変わりはないはずと説得した。政子は即答せず断る可能性を伝えたもののその後も電話で連絡し合う約束をした。 求婚された雅子は、以前とは違って芽生えてきた、結婚願望を、皇太子の真摯な説得の言葉やその人柄に惹かれる、心、日本のために自分を役立てたいという気持ちと、仕事のやりがいを感じている、外務省で女性が、課長以上に出世できない現実が見えてきたこと、家族に対しても行われる関係者らの説得などの、間で、どう返事をするか悩み、10月中旬には気持ちが、 固まらないという内容を漏らし、また体調を崩し10日間ほど仕事を休んだ。皇太子はそれに対し返事を催促するようなことはせず、政子を追い詰めずに、時間をかけて納得がいくまで考えてくださいと返事を待ち続けた。しかし11月後半頃には、次第に皇室で役立つことが自分の役割なのではないかと考えるようになり、悩む政子に対し皇太子が、 皇室に入られることにはいろいろ不安も終わりでしょうけれども、政子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからという言葉を告げたことが決意を促した。12月9日、政子の誕生日には午前0時になると同時に電話をして誰よりも早く祝福し、彼女に対し本当に幸せにしてあげられるのだろうかと悩んだことを打ち明けた。マ子は12月12日の午後、 仮御書訪問時に、ついに受諾の返事をした。この時政子は、本当に、私でよろしいのでしょうかと皇太子に尋ね、肯定されると、お受けいたします限りは、殿下に、お幸せになっていただけるように、そして、私自身もいい人生だったと振り返られるような、人生にできるように努力したいと思いますのでと、答えている。12月25日、政子は、仮御書で、 天皇、皇后と初めて会い、皇太子と共に歓談した。年末、政子は両親に、これまでへの感謝と、新しい人生への決意を伝えるクリスマスカードを送っている。内定以来、政子のスケジュールや皇太子との連絡は、東宮寺中の蘇我強氏が管理し、護衛の手配、成婚のために購入するものの準備や、業者などを指示した。また友人への手紙なども、 彼のチェックを受けた。年が明けて1993年1月6日、報道協定の外にあるアメリカの新聞、ワシントンポストが、皇太子妃が雅子に内定したことを報じ、日本国内での協定は事実上無効になった。これに伴い、日本国内のマスコミも一斉に、この件を報じた。この日の夜、20時45分、テレビ放送は、 すべての放送中の番組を打ち切り、交代し非内定に関する緊急特別番組に切り替え、全国の新聞社24社が公害を発行した。また翌日の長官、各、ワイドショー、翌週の女性週刊誌、総合週刊誌が、この件を祝賀する関連報道に埋め尽くされた。婚約以前の政子は、トレンチコートなど、男性にごして働く。 外務省勤務のキャリアウーマンらしいファッションが多かったが、婚約が明らかになって、以降はドイツのブランドのコートなど、気品あるファッションで、マスコミ、世間に話題を呼び、以前マスコミに追い回された時とは違って、表情も柔らかくなった。1月8日、内定報道後初めて自宅から姿を現し、皇室会議のために帝国ホテルでポートレートを撮影した際は、白いコートに、 白とピンクの格子柄ジャケットとピンクのスカートの襟なし丸首スーツ、真珠のネックレスとブレスレットで優雅でいかにも皇太子ひらしい姿への変貌に驚きの声を上げた報道陣もいた。皇太子はこの新年の歌会しで婚約の喜びを次のような和歌に読んだ。大空に舞いたつつるの群、長無幼美よりの我が夢かなふ、皇太子のある人信能。 平成5年抱え始め、お題、空皇族男子の結婚にあたり、皇室転半によって行われることになっている皇室会議が、この婚約に関しても1993年1月19日午前8時30分から、宮内庁特別会議室で行われた。出席者は、三笠宮隆人親王と、同比、百合子、内閣総理大臣、宮沢貴一、衆議院議長、 桜内義夫、同副議長、村山喜一、参議院議長、原文兵、同副議長、赤切美佐夫、最高裁判所長官、草場良八、同判事、宮内庁長官、藤森昭一の10名で、藤森が先に撮影された、政子の写真と略歴を説明し、全員が起立して、この結婚に賛成を表し、19分で終了した。同日に行われた、 婚約会見では、東京都港区青山のアドリエツダ・田明美が制作した同じデザインの2着のワンピースのうち、レモンイエローの方をマサコが家族と相談して選んだ。この服に合わせた靴を、リュースケ川村、花の飾りのついた同色のピルボックス帽をベルモードにオーダーした。会見当日はこれに、同色のバッグ、真珠のネックレスイヤリング白い革手袋である。 テレビで生中継されたこの会見では、事前用意されたマスコミからの質問文書に答え、プロポーズの日時や様子、その返事の言葉が詳しく回答された。また、婚約にあたり、一部の皇室評論家が、皇后が政子を招いて説得したという話を、女性週刊誌でコメントし事実であるかのようにルフされた件を、この会見上で事実ではないと二人で否定している。 実際は、皇后は、当事者と周囲の職員に任せる姿勢を取り特定の人物を支持することはなかったのだが、噂にわかりやすい物語性があるためか、特に日本国外のメディアでは否定後も事実であるかのように、ルフ氏、バニティフェアにはこれをもとにして、皇后が雅子に迫害から守ると約束したという作り話が掲載された。会見後、皇太子と雅子は、 各宮家に挨拶に回り、夜には天皇が大和だけの家族と共に、政子を招き、天皇家、秋篠宮家と夕食を共にした。この際、皇后から政子に皇太后から受け継がれたルビーの指輪が贈られた。2月9日、政子は外務省を退職、職員らに花束を贈られ、勝者を後にした。3月12日から一般にお卑教育と言われる、 婚約者に皇族として必要な知識などを講義する、御信仰が行われた。雅子が堪能な語学を省略しても週に4日のペースで6週間、計50時間、宮中祭祀、皇室制度や皇室転半、憲法、日本歴史、和歌、書道などで、祭祀と制度関係は、新納妃の2倍、近い時間だった。雅子は数十冊のノートを取り熱心に学習したと言う。 一般の有納にあたる納祭の儀は4月12日9時から行われた。死者役である東宮大部の菅野博士が大和てを訪れ、金病風の置かれた1階の16畳の応接館に納祭の品が届けられた。品の内訳は以下のようなものである。菅野は政子と両親の前で納祭の工場を述べ、品の目録を白木の台に乗せて政子に手渡した。 この時の政子の服装は、皇后美智子が東京都中央区日本橋の五服店、三津本に依頼してあつらえたもので、黄金色の鞘型呪文に扇に骨をつけない、地上散らしの随雲鮮面模様本振り袖で、皇后美智子が1958年の婚約発表時に身につけた朱色七宝家紋の丸帯で、もともとは皇太后両子から譲られたものに真珠の帯留めをつけた。 両親はモーニング、色と目袖であった。儀式が終わると政子と両親は皇居を訪問し、天皇、皇后、皇太子に挨拶をした。この日、天皇、皇后が用意した真珠の指輪を皇太子が政子に送り、訪問の帰りに、左手の薬指にはめている。1月8日に、 結婚の儀の日取りは5月下旬頃にと報道されていたが、正式な日付は6月9日となった。4月20日10時、結婚の儀の日取りを皇室の使者が伝える国旗の儀が行われた。自重長、山本悟が、おわだてを訪れ、金病風の前で、エメラルドグリーンのワンピースのマサコ、モーニングの父親とワンピースの母の前で、 結婚の儀が6月9日に決まったことを伝達し、1分で終了した。おわだけでは4月17日に結婚の報告のため、新潟県新潟市の泉聖寺へ、先祖の墓参りをし、最後の家族旅行として5月15日に箱根で一泊した。並行して衣装や儀式の打ち合わせ、リハーサルも続いた。4月28日には皇太子とマ子とで、 吹き上げ御所の交代号のもとへ挨拶に出向いている。6月4日、大和だけの家族と政子の祖父母たちは、マスコミらの注目のため外出もままならない中、その追跡を逃れて、商島のレストランシェマツを訪れ、皇太子がかつて訪問した個室、インペリアルルームで家族水入らずの最後の外食をした。前日6月8日午前には、 結婚を前に婚約者同士が和歌を送り合う蔵書の儀が行われた。また政子はこの夜、家族とお手伝いの女性に身の回り品やアクセサリーなどのプレゼントを送り、当宛に添えられたカードには長いことありがとうございました。胸が一杯で書けないの。ごめんなさいとしたためた。6月9日、当日、東京都の天候は前日より雨であった。 この日は日本において、皇太子なる日と新王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律による、この年限りの臨時の休日であり、皇太子の結婚の儀、朝見の儀、宮中共演の儀は、国事行為として行われた。また結婚関連儀式は4月9日の神宮神武天皇三両及び昭和天皇三領に、直主発使いの儀から、納祭の儀を、 はじめ6月29日の昭和天皇産業にエススルの儀まで合計で15件ほどが行われたが、3つの国事行為以外は、皇室の私的行事として扱われた。6時30分、東宮寺住長と助官長が政子を迎えに上がり、政子は水色に水玉模様の呪文が入ったシルクのツーピースで、目黒区の実家を後にした。同居の家族たちとお手伝いの女性。 ショコラという名の飼い犬に挨拶し、宮内庁からの迎えの車に乗り込んだ。ま子の母、ゆみ子は、お体に気をつけて、お国のために一生懸命、お務めしてほしいと伝えた。皇居到着後はご決裁書に入り、伝統に基づいた平安小族の清掃への着替えを行った。なる人神皇は、皇太子だけが身につけることができる、昇る、朝日の色と言われる、 大二方の側体と、指定への冠、尺、雅子は大水発に、吉光を地紋に白い獅子紋をあしらった二倍売り物の、青色からぬ、若松微子分を自分に難点を加えたお長鳥を、紅色の丸い門にした黄色の表着、人道から草を縦枠に配した自分の形量で、夏の色目である花立花のえぎぬ、農食栽は微子分性型治療の人へ、 白こそで、濃色性氷の長ばかまの十二単姿で、切りたけ法王を、地釣りへとする国式の毛をつけ、手には、皇后から譲られた氷汚儀を持っていた。文様の口なしは、王二法を染める染料の一つである。十時から始まった宮中での結婚の儀では、二人は、宮中三殿の賢所に昇殿し、回廊から、賢所の内陣に進み、右に交代し、左に、 政子が、それぞれ繁盛の畳に着席した。皇太子が内々人の八高神に玉串を捧げ、立ち座りを繰り返して四回拝礼する、両断再配をし、政子は着席のまま拝礼した。皇太子が結婚を報告する国文を読み、その後検証の外人に移り、商店長から見木をいただいて、最後に拝礼し十五分間で終了。続いて、約十分間、高齢殿。 神殿に拝礼した。退出後に皇族代表として、秋篠宮夫妻が拝礼したほか、儀式中の皇太子夫妻拝礼時には参列者も拝礼した。儀式前後には、神楽歌が奉納された。この儀式には、天皇、皇后を除くモーニング姿の男性皇族と、アフタヌーンドレス姿の女性皇族たち、三県の長、各都道府県知事、政子の親族など、 計八百十二人が、賢しどころの前提にある悪者で参列した。政子の母、由美子と妹たちは涙を、ハンカチで抑えながらこの儀式を見ていた。続いて、東宮仮御所で、昼食後、皇居正殿、松の間で十五時から結婚後初めて、天皇皇后に会う、儀式、朝剣の儀が行われた。皇太子は、ホワイトタイに大君行きっ大受賞、皇太子儀は、 皇族女子の第一霊装である、ローブデコルテに、皇純皇后、皇后美智子と受け継がれているダイヤモンドの、ティアラソ揃いのアクセサリー一式、君一等奉鑑賞、オペラグローブを身につけて義に臨んだ。ローブデコルテは、森花絵デザインであり、農祭の儀で贈られた折り柄の記事、名諦随長金で仕立てた。皇太子夫妻は、結婚を報告し、天皇皇后は祝福の意を伝えて、 親子固めの酒が交わされた。具体的には、五代番に儀式の料理や黒豆をみりんで煮た旧年酒が用意されており、それぞれがこの酒を飲み、五代番の上で橋を立てる儀式をして終了した。高窓宮みやのりひとは、あれをおつけになるために、お生まれになったというぐらい、お似合いと皇太子妃のティアラ姿を絶賛した。儀式後、皇居宮殿竹の間で、 記念撮影が行われ、夫妻となった二人と、天皇、皇后が並んだその写真は、公式のものとして報道などで広く公開されている。この後、吹き上げ御所の皇太后に挨拶をした。パレードに使用されたロールスロイスコーニッシュ、スリー帳券の儀を終え16時42分、皇太子と共に、皇居宮殿南車寄せに現れた皇太子妃は、ローブデコルテの上に、 バラの花びら型の白と金の飾りを襟にあしらった、半袖のジャケットを着用し、ドレスとともぎれのハンドバッグを手にしていた。デザインした森によればこれは、彼女がまさこに会った時の印象が、静かな方だが華やかで白いバラのような女性であった。ためで、花びらを一枚一枚、フラワーアレンジメントのように取り付けた。 交代指導費のパレードでは即位の例で使用されたロールスロイスコーニッシュ3のオープンカーに乗り込んだ。雨は夫妻を祝福するかのようにこのパレードの前に止み、薄日が差し天気は回復していた。このため十数分前にオープンカー使用を決定した。オープンカーは16時45分に区内庁楽部の演奏をするこの演習検索曲四季の平成の春ダニークマの 新宿天行進曲に送られて出発した。沿道では、警視庁音楽隊、消防庁音楽隊、陸上自衛隊中央音楽隊も、新宿天行進曲を演奏し、上智大学前で、聖ナチオ教会聖歌隊の喜びの歌聖唱もあった。パレードのオープンカーは周囲を白バイやパトカーなどが護衛して、全長170メートルに及び、コースは、 皇居正門の二重橋から、皇居前広場を出て内堀通りに沿い、警視庁本庁舎前、最高裁判所前を通り、半蔵門前から新宿通りに曲がり、四谷三つ交差点を曲がって、赤坂迎賓館前から、赤坂御用地のサメが、橋門まで4.25キロメートルであった。パレードは、約30分間で、その沿道を19万2000人の人々が、 日の丸の小旗を手に持って埋め尽くし、夫妻に祝福の言葉をかけた。中には沿道にある学習院初等科の生徒たちも含まれた。この間、夫妻は笑顔で沿道に手を振り続けていた。パレードが終わる頃、宮邸内のテレビで中継を見ていた高窓の宮のりひとは、同日久子と娘たちを連れて出かけ、赤坂御用地内でパレードを終えた二人を直接迎えた。 18時には、一般の339度にあたる、苦前の儀で、五千と呼ばれる、儀式用料理と酒が用意された、五台板に箸を立てる、儀式。21時からは、子孫繁栄を願って、日の年齢の数の餅を4枚の銀板に並べ箱に、収めて備え、3日間寝室に置く三か用餅の儀が、行われて1日の儀式が終了した。同日、 本席地の新潟県村上市役所では大会議場に金屏風と紅白幕で飾った専用の会場と同志伝統工芸品の追手製専用収納箱を用意し官報による結婚成立の法を受けた直後の11時より当時の市長若林久則が自ら大和田雅子の戸籍の除籍事務を行い6月16日に彼女の名が 皇統府に登録されて、彼女は性を持たない皇族の一員となった。宮中共演の儀は、一般の披露宴にあたる。皇太子夫妻の場合は、皇居の豊明殿で6月15日から3日間、昼夜1回ずつの計6回行われた。第1回目の共演は、首相や衆議院議長などが出席した。この時の夫妻の衣装は、皇太子は昼にモーニング。 夜はタキシードで統一し、交代史費の1回目は、森花江デザインによる、アンズ色のローブモンタンと、夜は、芦田敦氏がデザインした、ロイヤルブルーのイブニングドレス。6月16日昼は、農祭の儀で贈られた、絹地、山並みを使い、芦田がデザインした水色のローブモンタンと、夜は森によるシルバーとピンクのイブニングドレス。6月17日昼は、高島屋、 デザイナー伊藤スマコデザインのパールピンクと白のドレス。外交関係者を迎えた6月17日夜は、青竹色の帯を合わせた白地に、束の下模様のフリー袖姿だった。衣装デザインには、皇后の勧めで、三笠宮妃ゆり子らがプロトコールの相談を受け、皇后からもアクセサリーを自由に使うように協力が、申し出られた。引き出物として、菊の門入り生 津外農詩鳥を描いた銀製のボンボニエールなどが招待客に贈られた。招待客の総数は2700人、総費用は1億7000万円が費やされた。この他にも、6月11日に親族のみの内縁が行われ、女性皇族は皇太子妃の水色チリンズの本振り袖をはじめはそうで、出席しているほか、6月21日には立食で飲み物を手にかん断する。 社会が行われた。諸外国の王室では、新婚旅行に行ったことが報道され、日本の皇室でも結婚で、皇籍離脱した、島津隆子は、宮崎県に、新婚旅行に出かけている。また、第125代天皇秋人とその皇后道子が、皇太子時代の1962年に、同じ宮崎県を訪問したことは、実質的、新婚旅行とみなされて、 昭和の時期に新婚旅行ブームを巻き起こしたが、皇太子夫妻が公式に新婚旅行をしている記録はない。ただし結婚の儀に関連する慣習として、6月25日に三重県の伊勢神宮と奈良県の神武天皇三両に参拝し、結婚の報告をする神宮にススルの儀が行われ、一部の報道機関はこの2泊3日の旅行をハネムーンと表現した。 結婚1ヶ月後までには、国賓を迎えての宮中版参会や岩手県へ、初めての地方公務に出かけるなど忙しい日々が、始まっている。ご成婚記念貨幣二人の結婚を記念して、日本円の記念硬貨が発行された。貨幣デザインは、平山育夫と造幣局工芸館が担当し、前述した皇太子の婚約を歌う和にちなみにはの、鶴と、 菊花紋章と皇太子のお印しし、死の葉をモチーフとしたものである。金貨200万枚、銀貨500万枚、白銅貨3000万枚が発行された。日本の郵政賞は結婚前日の6月8日に記念切手を発行した。種類は62円切手が2種4000万枚、70円切手が1500万枚で、後日夫妻の肖像入り62円小型シートも発売された。 国事行為たる公式行事に対し使用された国費は3億5500万円であった。予算上は3つの国事行為に対し2億8600万とされた。うち宮中共演の儀に対しては総費用1億7000万円であった。この他の公室行事に対しては公室費用の内天皇と内定皇族のお手元金とされる公金に当たらない内廷費が使われた。 警備上の主要な人員としては、当日のパレードのために5000人、あるいは8000人の警察官が動員され、沿道7.5メートル沖きに配置された。事前には、前回の皇太子結婚の時と、同じく馬車の使用が検討されたが、交通事情や警備上の問題により実現しなかった。結婚の儀の前後、日本国内では、天皇、 広報の沖縄植樹祭訪問と東京サミット、皇太子結婚式を合わせて対象とする極左暴力集団の反皇室闘争によるテロが多発し、少年院など皇室ゆかりの自社に対する連続放火事件が発生していた。続けて、延べ約2000人による結婚式粉砕を主張する集会やデモが1993年6月6日から6月9日までに、 日本全国19カ所で行われた。河老強狭間派は、宮内庁管理部長宅放火事件を、はじめ4件のテロ、ゲリラ事件を発生させ、同集団や中核派による宮内庁関係者の個人に対するテロも発生した。警察庁はこれらに対し、アパートローラーなどを展開して、対策を強化し、平成5年度に合計129人の活動家を検挙し、 秘密アジトを9カ所摘発し抑さえた。また結婚の儀前日の6月8日、河老卿狭間派の男女二人組のメンバーが東京都調布市で当時の窒素社長宅の兵を乗り越えようとしたのを警察が発見した。住居侵入未遂と公務執行妨害でそのうち28歳の女性容疑者が現行犯逮捕され、男性は逃亡した。容疑者は 次元式発火装置らしきものを仕掛けようとしていた。婚約内定から明るいニュースとして注目を集め、婚約会見当日には、該当の電光掲示板に正式決定の速報、デパートに祝福の垂れ幕が掲示されるなどした。婚約当時の不況の暗いムードを吹き飛ばすニュースとして、日本社会はお祝いのムードに沸き、新聞では号外が発行された。 東京都内を和田邸に近い目黒区の専属商店街では、成婚前後にお祝いの横断幕や日の丸の小旗を掲げ、多数の記念商品やオリジナルグッズを発売し、小さな商店街は渋谷や新宿のように人が溢れた。同商店街では、その後も、夫妻の結婚記念日や成婚10周年の日、年の宮愛子内新能の誕生の際の祝が、 政子妃や愛子内親王の誕生日などにもお祝いの関連イベントやセールを行っている。合わせて、目黒区の4つの町内会有志300人が、結婚の儀前日の6月8日夜に、大和田政子さんをお送りする、提陳行列を行い、大和田家の人々も玄関で出迎えをし、人々の万歳参照を受けた。農祭の儀に際しては1万2000人ほどの人々が、 皇居の坂下門付近に集まって、祝意を表した。前述のパレード遠藤を20万人の人々が迎えたことに加え、1993年6月12日には、明治神宮外苑で結婚を祝う超鎮パレードと、都民の集いが行われた。この時には、皇太子夫妻も会場に出向いて、祝意に応えた。また、東京都は、 祝賀として6月7日から6月9日の間東京都庁をライトアップし、6月21日に東京体育館において、夫妻を招いての皇太子殿下ご結婚祝賀記念式典を東京都知事ほか約9200名の出席で行い、閣議決定の基準に基づいて、東京都指定伝統工芸品である銀製の鶴の置物を献上した。なお、これら祝については、 都知事他を被告とし、結婚の儀への出席や祝賀に公費を支出するのは憲法違反であるとして、返還を求める裁判が行われたが、東京地方裁判所は原告である都民の請求を棄却した。新潟県内、政子の本籍地である村上市をはじめとする新潟県内では、内定発表直後より、村上城跡での万歳参照に始まって、 上越市からは祝電を届け日の丸を掲げるなどした。村上市では、ライトアップや、祝賀の垂れ幕の設置、展覧会、記念植樹、政子の白祝等たちを招いて、村上藩の氏族に、ゆかりのある酒の稚魚放流、前夜祭り、当日の花火や、漁船パレード、おしゃぎり引き回しと踊り行列、セナミ温泉コンコン祭りをこの年のみ、成婚当日開催に変更するなど、 あらゆるイベントで祝賀した。4月17日に、新潟市の泉聖寺を、大和岳が母山した際も、合計約5,500人の市民が歓迎した。政子の父、常の生まれた新潟県柴田市には、清水園の駐車場の一角にその聖火の跡地があり、政子の結婚を記念して、彼女のお印である浜那須の紅白花の木を植えた。祝賀の貴重農祭の儀。 結婚の儀当日は国民が祝意を示すための貴重書が皇居や民間団体などに設けられた。納祭の貴重は総数1万1799人で皇太子秋人結婚時の1007人、秋篠宮結婚時の1851人をはるかに上回る記録を残した。結婚の際には受付時間を延長して5万5773人が貴重したのに加え、 皇居へ直接行けない人のために、産経新聞社が事務局を設けた、皇太子様政子様ご結婚経過実行委員会が、はがきでの記帳を受け付け、約53,500枚のはがきを製本して、区内庁に届けた。1993年4月22日、衆議院の内閣委員会では、結婚の儀が行われる日を休日とする、法案、皇室の内定から、 この結婚を記念して、社会福祉団体に対する500万円以内の賜物、値を可能とすること、内閣の定める基準により婚姻を祝うための贈与を受けることができるようにする議案が提出され、賛成多数で可決された。この会議の際は、山中国期や山田英介が結婚には祝意を示しつつ、政府委員らとの間で、賜物、も与えや予算の詳細への質問、 結婚の儀の主体が結婚する本人たちではなく親の天皇による国事行為であるのは日本国憲法で結婚を両性の合意に基づくとすることに矛盾するとの意見や宗教性のある儀式を国事行為として行うことに関する疑問を提し質疑が行われた。また山中は今回の結婚に再し選挙違反者の恩赦を行わないようにすべきではないかという意見を述べた。 三浦久氏は、結婚は、天皇家の指示かつ、神道の宗教行事であり、それに、多額の血税をかけることは納得できず、国事行為の拡大解釈であると批判した。4月23日には、御社に関する政府方針が明らかになり、実施は、特別基準を御社のみとし、政令御社は実施されないことが発表された。当時は、 有権者の政治不信が根強く、選挙違反者に対しての救済が避けられた。参議院では、4月7日に、納祭の儀に対し、6月3日に、結婚の義に対する菓子の法廷が賛成多数で、可決されたが、日本共産党は、政策上の立場の違いからこれを国民主権に、反するとして反対し、京都府議会でも、同様に菓子が採択されたが、同党議員団が、 抗議声明を出した。ブラック解放同盟は3月20日、宮内庁が、大和田雅子に監視徹底した身元調査を行ったと、される件が内定以来大きく報道されたことを問題視し、結婚差別を助長するとして、3県の長と宮内庁長官に対し抗議文を送付した。日本国内の報道前述の通り、内定報道を皮切りに、あらゆるメディアは、この件を報じ、 おおむね祝が一色で、女性週刊誌の表紙は金色の地にタイトルが書かれていた。文化人では、林真理子、松原敦子、井ノ口邦子、そのあや子、田辺聖子、田島洋子などが祝賀コメントを発表した。残馬里江子は、自分よりも学歴、収入、身長などが低い女性をパートナーに選びたがる、日本男性の中で、 マサコという女性を選んだ皇太子の器の大きさに女たちは感激したと記している。ジャーナリストの亀安氏はこの5年前の昭和天皇崩御による自粛の連鎖を経た一般市民の反応には報道の熱狂に対してクールな部分もあり若い働く女性からはもったいないという意見もあったとした。しかしマスコミが再三にわたり断られていた事実にもかかわらず、 無理に一途な男の愛の物語に仕立てようと、意思を貫かれる側の立場に立たない報道が繰り広げられたと評し、1月19日の婚約会見以降、マスコミの熱は宮沢りえの婚約解消騒動の影響や、二人の様子にラブストーリーが感じられないとして冷めていったと分析した。また2月前後には、週刊誌が皇室内のいじめが始まるといった、 バッシングを煽るような内容の記事を載せ始め、保守系雑誌、諸君には、小堀慶一郎や酒井信彦などの、古住止めた、説教や、記者会見で二人が上絶だったことを批判する、還元が掲載された。亀井はご成婚が、盛り上がらないという報道などを紹介し、ミッチーブームの時代背景と比較して、今回はさほど人心を捉えず、大量の報道は、 政府やマスコミによる国民への意識操作の面があると主張した。ただし、加盟の分析は1993年4月時点のもので結婚の議以降の国民の反応は対象ではない。また、加盟は報道協定について報道のモラルを守るという自明のことを明文化しなければ守れず、体制く参加的な規制にいいと従った。 日本のマスコミの水準の低さを示す、はずべき歴史と強く批判した。諸外国の報道日本国外のマスメディアでは、国内で噂とされてきた件が事実としてはっきりと報道され、婚約に至る家庭が高いキャリアを持つ女性が、いやいやながら犠牲的行為で受諾した愛のない結婚であるという文脈の記事があったり、雅子や父、常の仕事上のライバル、または、 旧家族が彼らの足を引っ張ろうと悪意で流した男女交際や性的なスキャンダルに関する話を日本のマスコミが聞きつけ出身大学などを取材したもののいずれもデマで空振りに終わったなど率直な内容となっている。マサコの現代性は興味深いものとして紹介されそういった女性が古い伝統に挑戦することに期待する内容、林真理子が 日本で発表した辞表を引用しながら、皇室の伝統の中で厳しい道を歩むのではと、案じる内容があった。また、ドイツの高級週刊誌、D.Zeit は、彼女の決断を自分自身で決めたものであり、マサコさんは一人の愛国者なのであると評した。他には、スキャンダルと、無縁なこのカップルを同時期のイギリス王室のチャールズ皇太子、同妃ダイアナ夫妻の別居問題と対比し、 同王室の不幸を嘆く論調もイギリスの雑誌や高級紙、大衆紙をはじめ各国で見られた。一方で日本のメディアが報道協定に屈したことや、宮内庁の堅苦しさに対する批判もあった。徳岡隆夫はこれらの見方に対し、結婚という極視的な問題を外部から愛がなかったなどと決めつけることに批判的見方をし、外国人記者の日本文化への無知や、 彼らの日本人妻が女性週刊誌報道や噂話で聞いた情報をまた聞きにしているという推察、主流のアメリカ的ジャーナリズムに気高いものの裏を暴いて笑おうとするタブロイド的シニシズムがあると指摘して全て事実と捉えることに対しては注意を促した。結婚の儀当日、各テレビ局はほぼ全局長時間特別番組を組み、1日の 流れを生放送で伝えた。日本テレビは政子が当日実家を出るところから14時間、TBS テレビは4番組を連続で12時間などで、放送のメインは、県所での結婚の儀、長券の儀、パレードの生中継である。また富士テレビには、皇太子がファンだったというブルックシールズが生出演した。結婚の儀テレビ特番のビデオリサーチ調べによる視聴率は、 NHK 教育テレビを除く、総世帯視聴率が結婚の儀の10時12分時点で77.9%、パレード終了直後の瞬間最高視聴率が79.2%を記録した。テレビ局別の平均視聴率では、NHK 総合が最も高く、10時台に35.1%、16時から18時に29.6%を記録している。 また、同社の別の調査で、2012年までの50年間の調査中におけるハット上位20では、この日のハットが、浅間山荘事件、昭和天皇大層の例の中継があった日に次ぐ、歴代3位の62.0%であった。国外では、同日10時より、CNN が世界200カ国以上で、衛星中継による1時間の特別番組を放送した。 結婚前後に注目されたマサコのファッションは結婚後4年経っても特集号が出版されるなど人気を得ている。内定直後からマサコのセンスが光るファッション面などの景気不要に期待する声が上がる。反面、シンクタンクによる経済効果の試算は3兆3億3000万円から3000億円までと評価が分かれた。一方で、 最色区見美のキャリアウーマンとしての雅子に期待した向きからは婚約会見で保守的な皇室ファッションに身を包んだ彼女をその個性が封じ込められたとして一種の失望を覚える声もあった。例えば小説家の林真理子は会見の雅子をあまりお似合いとは言えない帽子をかぶり我々のよく知っている雅子さんではなく全く別の女性という印象を受けたとし 皇室に新風を吹き込むことを期待された彼女が巨大な力により瞬時に企画品にされたと嘆いた。元、道子ロンドンコーディネーターでロンドン在住の作家、イリアツヒコは当時、ドイツのイェーガーなど知識階級に支持されるブランドを着こなし、殺走として詩的な美を持つマサコに、宮中服が似合わないという感想を持ち、人気はあるが、ファッションセンスはディーセントと言われていた。 ダイアナ妃と比較して、キャリアファッションを武器に、リーセントな予想を見せていただきたいとその後に期待した。しかし一方で、取材を続けてきた読売新聞の社会部は、それまでのシナリオに沿ったような後続の会見と違い、自分の心を自分の言葉で語る政子や、皇太子の率直な言葉に、皇室に新風を吹き込む新鮮な印象を持ったと伝えた。 また逆に保守的な皇室支持者の間からは、会見で挙げた皇太子のプロポーズの言葉に、何から守るというのか、お立場をわきまえていないなどのほか、皇太子より数十秒長く喋ったことに対してまで、批判が起きた。秘境駅として知られる、静岡県岩田郡三作墓町の JR、東海飯田線の小和田駅は、小和田と同和財運のため成婚前後に注目を集め、 恋愛上就にあやかろうとする人々で賑わった。三作墓長は、同駅下にある広場で、結婚式を開きたいカップルを募集し、うち一組が挙式を行っている。その結婚式を記念して設置された、愛と書かれたベンチや、結婚式の写真などは、今も駅に残されている。なお厚生省による人工動大統計速報では、1993年6月に、 なされた日本での結婚は、全国で82,323件になり、前年比で1万人以上増えており、皇太子夫妻へのあやかり婚とされた。音楽パレードでも演奏された、新、祝天行新曲は、イクマ作曲による作品で、これが収録されたアルバムが二種発売された。音楽の友者より、楽譜も発売されている。また、クラシック音楽をバックに、 会見や皇太子の和歌を集めた CD、おめでとう。皇太子様ま子様を、ポニーキャニオンが発売している。同じくパレードの音楽、平成の春を指揮した、この絵ひでたけは、この他にも皇太子に、ビオラ独奏曲、ロマンスを捧げ、CD、ロイヤルウェディングアルバムを発売した。また、ボストンポップスオーケストラが結婚の儀に捧げる曲、ロイヤルファンファーレを発表した。 その他商品京王帝都電鉄は、ご成婚記念乗車券を3枚1組、1万セット、販売した。東京都交通局は、6月9日から7月8日、までの2位の1日に、同局運営の交通機関に何度でも乗車できる、皇太子殿下ご成婚記念都電、飛ばす、都営地下鉄1日乗車券を1万千部発行した。玩具メーカーの宝は、人形、 ジェニーとジェフのロイヤルウェディングペアセットを発売した。12単、即体のセットが3万5千円、ローブネコルテモーニングのセットが1万4千円で、百貨店などで販売された。漫画家の小林義則は、結婚の儀に関する一連のマスコミ報道への違和感を SPA 連載中のゴーマニズム宣言で、ば焼きの日と題した時事ギャグ漫画として表現したが、 編集部による掲載拒否にあい、原稿を聖林堂に持ち込み、原稿料無料でガロ1993年9月号にて特別編として掲載した。単行本番には収録された。島田雅彦が2000年から発表した小説代表作シリーズである無限カノン三部作、特に第二作、美しい魂は主人公の青年、カオルと皇太子非候補となる。 マ川カはフとの恋愛をメインテーマとしており、フ子の追い立ちや皇太子、清日と新との婚約の経緯は、皇太子夫妻の結婚と同時期に設定されている。島田は作品の真意が誤解されないよう入念な直しを加え、フ子が政子妃と同定されるキャラクターにならないよう慎重に配慮を行った。また島田は皇室に対する気が的な表現やおちょくりにより、 問題を引き起こすことには否定的であった。しかし当初予定されていた美しい魂出版予定日が雅子妃の愛子内親王出産予定日と重なった。風流無担事件や他の文学者が経験した右翼団体の脅迫行為を記しまだはそれらの暴力的反発、またこれに対し決定校をさらに改変することによって作品の起爆力を失うことを恐れ、 半元との話し合いの末、出版延期を決意した。結局、同書は2003年に決定校のまま出版された。日本中央競馬会は、結婚の儀を報酬するために、結婚の儀の前後の5月30日の東京競馬場のメインレースを、皇太子殿下ご成婚報酬第60回、東京優春6月13日の阪神競馬場のメインレースを、 皇太子殿下ご成婚報酬第34回宝塚記念とそれぞれ開題し報酬競争として施行された。ありがとうございます。